くて。遭遇した子、はいた。パンちゃん、この前見ちゃったんだよね。パンちゃんが遠吠えしているところ。来てたよ。この前お友達のジョジョが来てくれて、私が下に迎えに行った時、ちょっとの間パンだけお家で待ってたでしょ。その時パンが遠吠えしてたところ、カメラに映ってたんだよ。カメラ回してたらたまたま映ってただけだよ。じゃあ遠吠えの証拠見てみる？パンがお留守番するとき、いつも大好きなコングをあげるので大喜びします。最近なんて早く行ってよと言わんばかりの反応だから、寂しがりではないと思っていました。今回はほんのちょっと下にお友達を迎えに行く数分だけだったから、コングをあげなかったのですが、その結果がこの遠吠え。ね、遠吠えしてたでしょ。お家でほんの数分留守番してただけなのに遠吠えしてたんだよ。確かに過去の映像を見てたら、コングあげてお留守番するときは静かにしてたね。でも多分分離不安だよ。遠吠えにはいろんな理由があるみたいなんだけど、パンの場合は孤独になった不安からかな。もともとお留守番が少ないのに、コロナ禍でもっとお留守番する機会が減ったね。パンは普段お家でもベタベタ甘えないのに、実は寂しがり屋さんなんだね。あなたは犬の遠吠え聞いたことありますか？感想や質問などコメントください。
見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。お願いします。